前編でもめちゃくちゃ出てきたね。パクミニョン、パクミニョン、ずっとパクミニョンやった。店長行くやった。めっちゃ痛いの。うん、あ、いやー。かわいい。声出たわ。食べましょう。じゃあ。じゃあ。じゃあ。もう好きなもん言っちゃい。いきいき。トッポギ。かわいい。トッポギ、トッポギ、トッポギ。食べて食べて。ジェシカキンパ。いただきます。辛いかな。なに、どんなどんな、なになになに、美味しすぎ、辛い、ん、辛かったとこ、うん、ねえ、キンパ食べててすごい、もうじゃあもう物が取ってる、じゃあキンパで、え、うん、どれ、ちなみにカメラ回ってまして、そろそろ始めたいと思います。はい、すいません、そろそろ始めましょう。始めます。はい、はい、それでは後編スタートです。まだ前編チェックしていない方は前編をご覧になってからぜひこちらの動画を見てくださいね。超王道のシンデレラストーリー。カフェやレストランなどで喧嘩すると水をかける。かける、かける。絶対に間に合わへんのに、もう、おんねん、嘘つきは、どうのこと。ドラマのあるあるなど前編でお話ししていきましたが、うん、思わず見惚れちゃうような好きな女優さんとか俳優さん、うん、います、います。こちら出しちゃっていいですか。バビン、おお、パクミニョンさんです。好きです。もうこれさ、前編でもめちゃくちゃ出てきたんですね。出てきた、ね、パクミニョン、パクミニョン。ずっとパクミニョンやった、ね、もうなんか理由はもうただただ綺麗、引き込まれるし、うん、カメレオンやなって、いろんな、うん、いろんな演技しはるから、うん、見てて飽きひんし、大好きです、うん、私は2人いるんですけど、うん、キム・ユジョンさんとキム・セジョンさん、うん、知ってます？顔見たらわかるかも。私も顔見たらわかるかも。兄弟、ね、いや、あの、違います。あ、違うじゃん、はい、キム・ユジョンさんはどっちもあの若手の方なんですけど、うん、もうとにかく可愛い、本当に可愛いんです。うわ、見たい。どんな顔、あの、ソン・ガンさんとやってたかも。ドラマ分かった、可愛い。あ、そう、可愛い、キム・ユジョンちゃん、ちゃうかった、思ってたけど。ちょっと、ごめんごめん、ちゃうかった、ごめんごめんごめん。もう顔が大好きで、可愛い、もう正直顔が可愛すぎてドラマの内容入ってこないです。めっちゃ可愛いな、それは。超好き、うん、キム・セジョンさんも大好き、うん、なんか彼女はすごいなんかコメディ要素のあるドラマにすごいフィットする女優さん、可愛、うん、い、透明やん、ね、すごい可愛い、わかる、私も可愛くて、でもアイドルだっちゃったってよね。あ、うん、そうだよね。そうなんや、そうそう、可愛い子大好き、大好きです。じゃあ私も行きますね、うん、知りたい、キム・ジゴンさん、あ、わかるかも。そう、そのさっき言った相続者たちのに出てくる女の子なんですけど、かわいい、そう、きれい、かわいい、そう、なんかそのちょうど相続者たちやってた時はめっちゃ若かったんですよ、まだ、うん、で最近もう大人になって、その大人のなんていうの、その雰囲気、めっちゃきれいな雰囲気が超好き、きれいめが好き、きれいめ大好き、かわいいめが好き、かわいいめが好き、好み分かれてる、うん、分かれてる。みんなの好きな女優さんめっちゃ可愛いけど、うん、俳優さんも知りたいので、俳優さんも知りたい、はい、じゃあこれはせーのでドンでいきますよ、うん、はい、いきますよ、せーの、ドン。え、ちょっと少なくない？多くない？少なくない？多い、少ないよ、何言ってますか？違う、ハート飛んじゃってる、黒いハート、ちょっと気になるからちょっと、うん、え、最後にしましょうか。そうしてほしい、気になるから、うんうん、ちょっと気になるから言ったら最後に、はい、聞かせて。じゃあ、あ、じゃあ私から、はい、はい、ナム・ジュヒョクさん、はい、あのそれこそ恋のゴールドメダルの、うん、あの男性なんですけど、もう顔大好き、かっこいい。しかもさ、その作品の中の役もめっちゃかっこよくない？いや、わかります、うん、綺麗な顔、うん、ちょっとなんか口角がクイッてなる感じの笑顔が大好き、わ、うん、かる、笑い方かわいいよね、本当。じゃあ私、パク・ソジュンさん、キム秘書は一体なぜ、はい、に、そう、出てる方、私のお母さんがめっちゃ大好きで、もうなんか LINE でめっちゃ送られてくるんですよ。写真とか、そう、写真、違う、なんかそのドラマ見た後になんかあの今日もかっこよかったみたいな、やばいすぎ。で、その後になんか自分、あの弟が私いるんですけど、うん、まだ実家に行った時に、うん、あの美容室行く時にパク・ソジュンの、うん、写真を並べてこの髪型にしたいって、そう、なんかもうその情報を受け継いでたらなんか私まで好きになっちゃって、そうそうそう、じゃあもう家族で、そう、家族で好きなんだ、家族で、ちょっとこれ突っ込んでいきましょう。はい、まあでもソンガンさんは、はい、あ、可愛いよね、顔、わかります、キュッとしてる、甘い、甘いです。で、チェジョンヒョップさんは、はいはいはい、あの I Love You、二階堂ふみさんと、あれで、ううっ、心壊れた、やられてる、うまいって毎回毎は思ってた。フォン・サウンさんってわかる？全然わかんない。もう私結
構もう小学校ぐらいから韓国ドラマ見てんだけど、うん、カンドラがこうブワーってなってきた時期で、はい、天国の階段っていうドラマがあって、うん、それに出てたの。すごい。でその時にへーかっこいいって小学生の自分が思った人じゃあ初恋の韓国の俳優さん、うん、初恋まではいかへんけど、でも行かないです好き行かないです好きかっこいいって思ったのがウォンさんで、でもそのでユンホさんとチャンミンさんは東方神起のお二人で、はい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 、でまあ理由がなんか私東神起さんのダンサーもしたことあって、そうで生でこうそう何日間かいたんやけど、うん、もうなんか目の前通るたびにほんまにかっこよすぎてそっから忘れられてんだから書かせてもらいました。もうそれはもう生でやったらもう無理だと、生でやったら無理でしょ、だからここまでやっぱパンパンに振りしょうがない、しょうがないです、しょうがないな、ありがとう。これちょっと自分で言うのはめっちゃ難しいんだけど、ここの俳優さんたちに言ってもらいたい言葉とかありますか。シンプル好きとは言ってほしい確かに、うん、シンプル、いや受け止めきれない、さらへん言われたい、いいな、ね、王道だな、王道は欲しいな、一回はなんか欲しいけど、私なんか日常の中の一つとか言ってほしいかも、うん、なんか自分と一緒に生活してるような、例えばなんかあもう、うん、進んでるね、そうそう、ご飯食べたとか、あのこの日空いてるとか、あこの日空いてるなんかイケメンだったら何でもあるみたいな確かに確かに何でもいいから、確かにこの家空いてるわ、そうだ、ね、言われたいかも、チャギアって言われたい、チャギア、何その意味、なんか恋人同士がなんかお互いを呼び合う時の呼び方なんですけど、うん、えなんかなんて言うんだろうな、ハニーみたいな、あそんな感じ、チャギア、チャギアみたいな、かわいい、え言われた、声出たわ、男の子が言っても女の子が言ってもあどっちでもいけるみたいな、ベイビー的な、なんて言うんだろう、ベイビーなんかそんな感じで、ベイビー、ハニーとか僕とベイビーみたいな、はい、あなんか両側から来たわけの中にちょっとすごい幸せ伝えたすぎて、ベイビー伝えたすぎてちょっとあのすごい愛を受けてる、うんそんな感じで、うんうん、言われたい、全部言われたい、韓国語でオッパとかワードの響きが可愛いのってあるじゃないですか、うん、ありますね、ね、ああいうドラマの足りてない場面の一言とかね、うん、可愛く発したくなる韓国語ってなんかありますか。私はもう言いたい、ちんちゃ、女の子が言う、うん、ちんちゃが可愛すぎて、確かに可愛い、全然あの関係ないとこでも言ってた、ハマりすぎてそれが言いたいがために、言いたいがために、言いたいがために、さくちゃんは、私なんだろう、びっくりした時とかに、うん、おもみたいな、かわいい、うん、おも言う、おも言う、聞きますよね、よく、うん、よく聞く、おもおもみたいな、おもおもおも、うん、おも慌ててるってこと、夫的な、夫とみたいな、なんかこう、みたいな、突如発してしまった言葉みたいな感じ、うんうん、あ、へえ、あるアイゴーとか、あーそなんかよく言ってます、アイゴーってなんかめっちゃアイゴーってな、どういう意味なんだろう、日本語でなんて言うんだろう、悲しいみたいな、おやまみたいな、おやま、なんかこう簡単の響きの言葉、ね、だよくドラマで聞くから、あそうなんや、とかぼやーとか、あーなんかよく聞く、でも今こんな話してたやん、うん、じゃあちょっと誰が一番そう可愛くちょっと待って、かなちょっと待って、誰が一番可愛くないちょっと待ってキンパって言う、じゃあ一番誰が一番キンパって言えたか、よしよしよし、勝負して、難しい、キンパ可愛く言うと可愛くなの、自分の可愛いでいいね、別にそんな誰かの可愛いじゃん、自分の可愛いでなんかすごいうまくまとめてるけど、いいですか、キンパ、全然お手本いきますか、じゃあ、まあ、キンパって言えばいいだけ、いきますよ、お願いします、はい、いきますか、それでは可愛くキンパ、はい、可愛くキンパですね、お願いします、はい、キンパ、サクちゃん行こうかじゃん、なんだろう、キンパよし、じゃあ、はい、可愛くキンパまで、うん、はい、3、2、1オン、キンパ、可愛いオン、オンもつけてない、オンもつけてない、可愛いオン、しかもこの動きもいいよね、うん、動きつき、はい、キンパ、いや、ちょっとあざとさも入ってて可愛い、可愛、はい、はい、うわこの二人の後かむずいな、絶対いけるよよし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 、いけるよあ、振り向き、3、2、1あーかわいい、かわいい、ね、これ何、かわいい、ね、私たち
ちゃん今何をしてるの？何をしてるんでしょう？何をしてんのうちらは。もう審査の仕方がない。ただただ楽しい。同時に誰が一番可愛かったか指さそう。あー待って。同時に誘う。難しい難しい。じゃあいきます。誰が一番可愛かったか指さしてください。せーの、はっ。誰かさせる？さしる。ありがとう。自分にさせな、みんな。え、嘘。みんな自分にさせな。じゃあもう一回やり直そう。もう一回やり直そう。やり直し、やり直し。みんな、自分が一番可愛いやろ。はい。忘れてない？忘れてる。自分が一番可愛いねん。はい。わかる？はい。そんな、いらんねん。はい。わかる？わかる。もう一回行きましょう。はい、もう一回行くよ。じゃあ、仕切り直して。誰が一番可愛かったか、これ真剣に考えてくださいね。はい。行きますよ。はい。せーの、バン！ありがとうございます。全員1位、そうそう、全員が可愛い、みんなが可愛い、全員1位。キニパン。私、韓国の美容とかコスメめっちゃ好きなんです、うん、2人とも好きって聞いたんだけど、なんか気になってるやつありますか？はい、私は2つあるんですけど、うん、リジュランってやつやったことないんですけど、うん、なんか韓国のクリニックでなんか注射、肌に直接そう、あ、そうなの？それもあるで、ボコ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 みたいになるけど、うんうん、なんかサーモンの成分が入ってるらしくて、それがなんか肌の修復を助けてくれるみたいな。へー、すごいツヤツヤになるらしい。ジェシカさんが知ってるのは多分その成分の化粧品とか、うん、それ、それを直接肌に入れるリジュランのやつもある、うん。そう、私もそれめっちゃ気になってた。気になりますよね、うん、でも注射やるとやっぱ団体もちょっとあるから、まだできてないって感じです、うん、へー。私もそれに近い1個下のポテンツァって分かる？うん、聞いたことある。そうそうそう、そのポテンツァを1回やった、うん、どうでした？でもめっちゃ痛いけど、その分、うん、本当に効果出てるかまだちょっと分かんないから。めっちゃ出てんで。え、切れてます？めっちゃ切れ。本当ですか？ね、言って、もっと言って。いつも綺麗だから。めちゃくちゃ綺麗で、めっちゃ痛いの。え、痛いの？え、これなんかめっちゃ気になってる人ね、いると思うんだけど、うん、だからリジュランはそれよりも痛いらしいよね。ですよね、チンチでね。ポテンツァよりも痛い？痛い。わー。え、痛みの耐性どれくらいですか？まあまああります。まあまあ痛み。説得力ない。うん、なさすぎる。うそで、もう一個は、もう一個はクーリングマッサージャーってやつなんですけど、知ってます？何それ？え、あの銀色のやつ？あ、そう、なんかオリアンで人気らしいんですけど、はいはいはい、なんか冷蔵庫に入れておいて、うん、使う時にはもうキンキンになってるクーリングのマッサージ棒みたいなのがあるんですけど、うん、それでむくみ取れますよみたいな。そうそうそう、あと毛穴引き締まりますみたいな。多分肌の上滑らせるだけでいい。やったことある？ないんです、今欲しくて。私も最近気になってた。次韓国行ったら買いたい。その赤みとかをさ、うん、その薄くしてくれる効果もあるよね。なんか鎮静効果もあるから。そうだよね。そうそうそう、助かる。だからダウンタイムの時とかもそれこそいいみたいな。あ、そうなんや。え、それは何？腫れとかさ、あ、そう、肌治療の後の赤みを引っかせるためとか、うんうん、クーリング効果が高いみたいだから、うん、めっちゃ痛かった。私、うん、いいかもしれないですね。でも簡単なやつがやっぱいいからね。確かに確かに、うんうん、買えるものだったらね、手軽だし、うん、何かありますか、ジェシカさん？春サプリって、あ、あっちの、あ、そうそうそう、あの黄色の小袋、はいはいはい、じゃん、小袋じゃん、グルタチオン、そうそう、はい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 、で、あの上顎にひっつけてみたいなやつ、めっちゃ飲んでる人多いですよね、はいはい、あれ、うん、あれも、そうそうそう、教えてもらって、うん、肝臓の代謝を高めてくれるやつ、だから疲れとか、じゃあ二日酔いとかにも、あ、そう、めっちゃいい、めっちゃいい。サプリって一種類一種類だとなんかめっちゃかさばるじゃん、うん、例えばどっか行くにしても、うん、あれ一本だからめっちゃ助かりますよね。わ、ね、かる、持ち運びやすい、お守りみたいなね、うん、ある、持ち運びやすいです。わかる。ありますか？私今気になってるのがかぼちゃピール。何それ？ピーリングなんだけど肌にのせるだけ、うん、だからその私は結構肌あの薄いから、うん、なんかその炎症が起きちゃったりとかピーリングの薬剤が強いってなるけど、うん、かぼちゃピールは優しい、のせるだけだから、うん、なんか肌を優しく、化粧のり良くなるよっていう。しかもめっちゃ安い。めっちゃいいやん。そうそう、毎日できる？それはちゃう。あ、毎日ではなかったけど多分3、4週間に1回っていう施術だけど、その肌のこのターンオーバーを促してくれたりとか、もういらない皮脂とかを取ってくれる、うんうん、そう、でもその強い力じゃなくて優しい力でやってくれるってやつ。へー。色はかぼちゃなんですか？え、わかんない。私が見たやつはちょっとドス茶色な色、ドス茶色、気になる。ドス茶色だ。なんかドス茶色のスクラブみたいな。あ、スクラブみたいな感じ。スクラブみたいな。想像したんちゃうかった。オレンジ。いや、私もオレンジっぽい感じ。全然こんな感じ。ドス茶色だ。これ気になってる。やってみたい。あ、もうなんかこれ終わりだ。これ終わりの、もう終わりなの？まだ話したいけど。これ終わりだ。第1回は終わり。終わった。気づいてますよ。嘘や。
ろ。はい、ということで初めての組み合わせでしたが、収録どうでしたか。いや、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。もう私分かる、みんなの MBTI は絶対 E、 ここ絶対そう。え、気になる。何。え、私 ENFJ です。私も ENFJ です。一緒だ、一緒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 。え、なに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 。 ESFP、 エンターテイナー。主人公はすごいもう生まれ持ってのリーダー気質なの。へえ、リーダーやってたわ。なんか副会長とかやってました。リーダーだやってる。言われてみる、部活の部長やってました。リーダーだやってた。え、エンターテイナー。エンターテイナーもリーダーやってました。みんなリーダー。めちゃくちゃリーダーやってました。やばい、みんな一緒だった。気になる韓国の作品とかなんか期待してるものがありますか。私、坂口健太郎さんとイセヨンさんがバルシアンの愛の後に来るもの。はい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 、わかる。あとアイディショーなんか好きなやつ、好きな韓国語のワード、自転車通りますみたいなやつでしょ。知らない。え、知らない。え、知らない。え、そうですよね。え、めっちゃうなずいてくれてる。そうそうです。あ、見れるの。見れる見れる。あ、よかった、見ました。じゃあいきますよ。はい、スタート。あ、きれい、きれい。あ、日本語喋ってるんだ。あ、ほんまや。か、好きですか。こよ。え、切ない。もどかしい、もどかしい。待って、見たい。もっと知りたい。終わりです、ここまでです。え、このさ、この予告でさ、なんていうの、まだ状況がつかめないけど、なんか切なくてあったかい系って落ちたの、すごくない。てか、イセヨンさん日本語でね、しゃべったね。びっくりした。すごい、お上手すぎて。お上手すぎて、気づかないかったね。最初びっくりした、これ喋ってるって思うね。はい、ということで、みんなも気になる作品があったらぜひプライムビデオで見てください。バイバーイ。